ワット廊下やスターラームのネハンフツワット、ポウのネハンフツネハンブツとは、釈迦が入滅する様子を仏像として表したもの。ネフツ、ネ、釈迦像、ネハン像とも呼ばれ、主にタイの仏教寺院などで見ることができ、足の裏には、宇宙観を示す文様などが描かれている。なお、釈迦入滅の様子を描いた絵画をネハンズと呼ぶ。ほとんどの造様は右手を枕とするか、もしくは、 頭を支える姿である。基本的には頭は北向き、顔は西向きとされる。これが後に一般の俗人が亡くなった時に北枕とされるゆえんとなった。また、釈迦の像には誕生時の像、苦行時の像、孔馬の像、説法をしている時の像など様々あるが、立像、座像、涅槃像の3種類に大別される。一説に立像は、 出産の釈迦に代表されるように、未だ修行中で悟りを開く前の姿、座像は修行して悟りを開かんとしている時の姿、そして、涅槃像はすべての教えを解き終えて入滅せんとする姿を表すとされる。また、涅槃像には目が閉じているものと目が開いているものがあり、目を閉じた涅槃像はすでに入滅した姿で目が開いている涅槃像は 最後の説法をしている姿を表していると言われる。悟りを開いてから80歳で入滅するまでの45年間、毎晩1時間、この寝半蔵の姿で説法をしていたと説明されることもある。1988年、ソニーが自社製品の CM などに、タイの寝社家像を登場させたことに、仏教国体の崇拝する新興物を商業広告に用いることは、 経験な仏教徒の気持ちを侮辱するものだと、在東教体大,大使館を通じて抗議され、ソニー側も仏像は単なるハリボテの像であり、誤解は遺憾としながらも、放送を取りやめた権威がある。ふつねハンズふつねハンズは、釈迦入滅を、殴打する釈迦を中心に、菩薩や羅漢、僧侶、回収ら人間のほか動物に至るまでらが釈迦を、取り囲み、嘆き悲しむ情景を描いたブツが。 釈迦を追前供養する涅槃会の際に兼用された。日本では平安時代から制作され、高野山金合ポージ所蔵品は最古の作例として知られる。普津寝半図は他の釈迦を描いた仏教絵画と共に宗派を問わず多くの寺院に具備されており、鎌倉時代、室町時代の作例も多い。鎌倉後期には草原画の影響を受ける。 ワットシームアンの小型のネハンン仏シュエターリャウンパゴダのネハンブ仏。ありがとうございます。